朝ごはんの後にシュークリームを食べます。너무맛있겠다잘먹겠습니다ここは私が昔寝てたお部屋。もうさ、最近本当に毎日アイスとか食べてて、年明けたらね、ちょっと健康的な食生活に戻しますので、しばしお付き合いくださいみんな一緒に食べよう。最高。よっ、ニンニクだ。めっちゃ美味しい。ニンニク。ニンニク美味しい。熱い。お、来た。こんなコリコリだっけ。ここまでしか入らない。本当に一番美味しいかも。今年もよろしくお願いいたします。というわけで、朝ごはんは黒毛和牛パツとお雑煮いただきます。今1階にみんながいるのでこそこそ喋ってます。ちょっとね、食べ過ぎてすごい。大晦日だけじゃなくて
年末ずっと食べてたおかげで今素晴らしいことになってるので、年明けはちょっとリセット Vlog を出したいと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。遅すぎて、これ朝ごはんなんだけど、今からおばあちゃん家でお昼ごはん食べるのね。で我慢しようかなって思ったんだけども、無理でした。もうね、全部が美味しい、食べるもの全てが美味しい。今年の抱負をまだ考えてるんですけど、一つ決まりました。生活環境をきれいに保つ。本当に整理整頓が苦手なので、もし動画を撮ってて背景が汚れてたら皆さん怒ってください。お願いします。本当にお願いします。もうブチ切れてください、コメントで。おいしい。おいしい。卵何個使うの？卵これはね、1個かな。10個、うん、こんなうまくできないや。え、すごい。マジで。大きく出てきた。美味しそう。はい。しっかり。はい、しっかり出来上がりです。すごい。いいですね。湯気がすごい。あ、うまっ。うまっ。うまっ。うん。美味しい。うん。美味しい。やばい。うまい。高級だ。1900円だね。めっちゃ美味しい。本当にこれシェフの料理だもんね。狙ってた？ちょっと待って。これやばい。もう確かにそうなのか。そうっす。で、おいないも大丈夫。かまぼこも一個。やったり。確かに、ニュージーだ。なんかいる。Anyway.